パンデローは、ポルトガルの伝統的な菓子の一つである。パンデ、ローポルトガルの修道院生まれの菓子で、教会へのお供え物と作られ、キリスト教行事に振る舞われる。現在も復活祭の時には必ず食べられる伝統菓子であり、特に北部では、久々の家族親戚の集まりや、結婚式、洗礼式には必ず登場する。 毎年5月になると、パンデ、ロー祭りも開催されている。現在作られているものの製法は16世紀に、すでに存在し、日本のカステラのルーツであるという説がある。ポルトガルでは、パンデローと呼ばれる。パンデ、ローの、パンは、パンを意味し、ローはポルトガル語にはなく、シルクロードで伝えられた絹の、ロとも考えれ、語源については、諸説ある。パンデローは、 ポルトガル全国で作られるが、特に北部でよく食される。また地方によってパンデローは様々な形、配合があり、共通する定義としては、素材が卵、砂糖、小麦粉を使い、油脂は全く入らない。未だに木製の泡立て器で卵と砂糖を泡立てて、パンデローを作っている女性たちが存在する。その他のベーラアルタ地方のレジェンドでは、 カバカデレゼンデと呼ばれる、長方形にカットし、蜜をかけたパンデローもあり、ミーニョ地方の中でもアティムラでは、素焼きの型に紙を敷き生地を入れて、素焼きの型で蓋をして不完全に焼き上げるパンデローも、ある。ありがとうございます。